ちょ、えい、マジで、ちょ、大丈夫かな。なんかこのおのおの感いいね。なんかね、役割分担。役割分担なんか。俺それで言ったらもう完全にやることないけど。でもシャブさん、メジナ刺身にします。あ、シャブさんメジナさばいてみたらいいんじゃないですか。それこそね、火を起こしながらまずはここで教えて。いやいやいや、もう慣れていらっしゃるから。教えてとかないか。ないでしょ。だって慣れていらっしゃるから。2匹釣ってるもんね。そうだよ。じゃあ食えない魚持って帰ってこないでしょ。そうだよね。釣るってことは食べるってことだから。さばけるってことゼロポイント強くない？勝利金。ゼロポイントの勝ちは強くね？その分失ってるんでいろいろ。まあね、そうだよ。俺マザーさんが最後釣れそうになった時めっちゃ悔しかったっすでしょ？危なかったさ。パパパってなって、ファンタがもう後半のあの一人で雨の中やってる時こうワイワイさんの竿がワイワイさん来ましたーって言うとファンタが。いやでもね、その顔してたのは理由があってずっと寝てたんだよ、もう後半そうなの後半寝てたのいや、寝てないですよ こんなになってで、俺がじーっと見てたのそしたら、ファって目覚めるんだけど目覚めたら俺にバレてないかどうか毎回確認するのあ、そうなの目の周り真っ赤にして来い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 と思って祈ってたのなんですかそれ？赤目？食べていいの？マジで？リジェクトのバロ部門の赤目くんが韓国から送ってくれたキムチをくれたって。すごーす。ありがとう。赤目のキムチ。あ、おー、辛っ、辛っこれ。あ、そうですね、綺麗の斜め。あ、でもそれでも。あ、下にうまいんですか。本場だ、本場を感じる。おー、辛いですよ。辛っ。辛いの苦手なんですよ。ゲームしてもらいけます。いやいや、嫌いなんですよ。いけます、いけます。絶対いけないや。嫌いなら全然大丈夫。ちなみにマジで辛いけど。マジで辛いわこれ。あ、本当だ。うん。でも辛味がすごい。うめえ。でも美味しい。うわ。エイうまそうだな。結構。おお。プルプルだ。ね。あ、うまそう。うまそう。美味しそう。めっちゃエイうまそう。フカヒレみたい。ね、いやこれフカヒレみたいにしました。あれ、俺がさすが。はい。感じで言うと。ここの目エイ見えねえや。俺の目見てよ。めっちゃうまそうだよ。プルプルだね。これ今煮つけてます。なんかさ、コラーゲンっぽいね。それを乾かすとエイヒレになるんだな。でもめっちゃ大変らしいね、乾かすのは。個人でやることじゃねえよな、多分。うん。何食った？いや、メジナ。あ、メジナ美味しいっすわ。メジナどういう感じですか？タイみたいな感じ？白身、白身じゃねえよ、白身でしょ。白身白身は最悪でしょ。あ、結構量あるな。おお、どうぞ。いただきま す。なんか前回より前かな。前回もうちょい臭かった気がする。二切れ。あ、でもそれは差が出てるのかもしれない。やっぱり内臓を出したっていう。うん、なんか普通にうまいわ。あ、うまい、うまいやん。あまりのウッドチップ、あまりのウッドチップきた。ウッドチップをめっちゃフレッシュだな。てかこれタイって言われてできたらタイだもん。これ確かにそうかも、ね、マジで美味しい。そろそろか。そろそろ剥いちゃっていいかな。うわぁ、焦げ焦げ。あ、いいねいいねいいね。皮ってそんなもん。皮はこんなもんすぎて価格がないわ。皮はこんなもん。ほんとだ。中こうやっ て。うわ、うまそう。いいね。味噌汁うまそうじゃない。よいしょ。うっす。めちゃ伸ばしてる。そんなに。うわぁ、うっす。そんなことある？味噌入れろ、味噌入れろ。確かにこれですよ。よし、まあ、味見だから、ね、でですよ。もっからね、醤油とバターでいくから。多分しゃぶしゃぶとかの店行くと赤味噌率高くて。そうなんや。そう、京都とか赤味噌あんまり東京で飯食ってるのもないからな、ちょっといい店行かないとね、定食屋とか。俺、嫁が赤味噌嫌いだから家じゃ絶対出てこない。赤味噌嫌いってなんでなんだろう。なんか癖あるっすか。いや俺は濃いのかな。うん、濃いの結構苦手なんですよ。ああ、なるほど。じゃあダメだな。すげえ煙が。危ない危ない。くぅ、
あ、ちょっと煮詰めたらいいか。あ、確かに、うん、煮詰めたら濃くなるし、出汁出るし。でもまあ、でも味噌入れてから、もうバターなんか塗れば塗るほどうめえだろ。いや、バターなんかね、塗れば塗るだけうまいですよ。1本使ったっていいですよ。これすごいぞ、これ。これ激アツだね、これは。バターの塗り方やばい、おい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 、もう化粧みたいに使ってる。すごいよ、これ見たことね。ビールなくなっちゃったから、野田さんが焼くとめっちゃうまそう。あのね、信じられないぐらい絵になってる。そうなんだよな、バターがジュワーッなっとる、これチョコバナナ店やりたいですね。オッケー、トウモロコシもできたよ。ほい。お、来た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 。うわー、美味しそう。絶対うまい。熱そう。熱いっす、多分。熱いね。ちょっとそっちに置いとく感じで。確かに。これ一人一本？一人一本っす。豪華だね。これマジうまそう。朝4本も作ってきてくれたの、これ。はい。でも早く食べないとバターがね。確かに、これ風味がね。すぐ行かないと、すぐ行かないと。いただきます。もうすぐ、これ一番焦げてるな。うわ。うわ。熱っ。こんな熱いわけないでしょ、これ。こんな熱いわけない。マジ熱いでしょ。熱っ、待って待って。でもここを持てる、ここを持てる。すげえフレッシュ。うん、まっ。うまい。こらうまいわ。うん、まっ。めちゃくちゃうまい。おいしい。めっちゃマスクよ、これ。トウモロコシめちゃくちゃうめえな。なんか夏って感じだね。うん、夏だ。焦げてるとこうますぎだよ、これ。お前、しゃっくりすぐ出ちゃうんですよ、これ。うめえな。いいね。みんな、A 食った時よりメジナ食った時よりトウモロコシ食った時が、もううまい、うまい。マジうまい。ちなみにね、マジうまい。マジでうまい。久々だ、焼きトウモロコシ食ったの。まあ間違いないよね。手前ね。いや、ウツボのがうめんじゃない、やっぱ。いや、ウツボはね、もうあれはもううなぎみたいなもんだからね、ほんとね。うん、ああ、うまっ。ウツボあんのかな、そういうの。ウツボもあるし、メジナももう一匹いるし。あ、もう一匹いるんだ。どうしたパッタパタ。リングの角で。リングの角で。ダウンしてる今。昨日さ、俺ワイワイさんに帰りの車内で言われて思ったんだけど、まあ、ファンタは、まあ、顔出ししてないからあれだけど、街中でさ、うん、声かけられた時にどうしてる？ある？あ、俺らがですか？そう。どうしてる？よくあるパターン。よくあるパターン。ああです、俺大体。大体？大体、ああどうもどうも、はい、すいませんみたいな感じ。写真じゃないやっぱり。俺ね、写真って言われる間なく、あでした。スンっていくんだよ。でもこの間は、この間パチ屋でストリートファイター5がクソ大すぎてイライラしてて、トイレ入ったら、あ、マザーさんだみたいな感じでこっち見てくる少年がいたのよ。で、あ、バレたなと思って、なんなんだあのクソ大と思って、うん、トイレ済まして外出たら、扉がこう開く時にもう立ってるのがあったのよ、うん、だからなんか絶対写真撮ってくださいとか言われるんだろうなと思って、眉間にシワ寄せて生やして歩いた。話しかけられないように、あ、ちょっとイライラしてた。ちなみにワイワイさんは望まれてる以上のことをするらしくて、へぇ、街中でバーンあったら飲み行くとか言ってマジで一緒に飲み行ったりするらしい。へぇ、すごっ。へぇ、友達といる時とかに、え、友達といる、え、もう友達も一緒に、そう、すごい、一緒に飲み行くんだって。で、俺もね、これは伝えたいんだけど、釈迦さんですか、写真撮ってくださいまでだったら写真撮るのよ、うん、でも釈迦さんですかって言われて反応を待たれることあるの。こっちがリアクションしないといけないパターン。そう、ターンになるんだ。で、はい、そうですよってなんか言いづらくない？マザーさんですかって言われて、はいって言う？すごい違和感ない？俺マザーですって言うんです。あ、そうなんだ。俺は違和感はあるんですけど、違和感あるよね。なんかちょっと嫌だなと思いつつ。いや、そうだよね。で、俺それが嫌だから、俺最近メタを開発して。メタ？メタ。もうこれマジ最強。社さんですかって言われたら、つって、って言って、別に何でもないの。何もないのって言って、
そのこう足前に振りかめた確かに、でもやられた側はしかもなんかちょっと嬉しいかも、確かに、ね、なんかあ、坂さんだったんだ、ダメな時の時だったんだ。で別にダメじゃないんだけど、うん、セットだったら全然写真撮るんだけど、その一回なんかその一泊置いて、はいそうですが嫌で、あはいそうですが嫌で、嫌すぎるがゆえに生み出されたメタ。それぐらいいきます、ね、あのみんなにはあの内緒だったんだけど、うん、実は俺も釣ってて魚もう今日子持ち死者も昨日釣ってきた、釣ったんすよ、カラフトシシャモじゃねえかよ、カラフトシシャモってこれシシャモのパチモンだろえ、いや正真正銘海から日本製なのそれ、えこれね、いや日本製じゃないのカラフトシシャモ、これ中国やね、今まで行ってきたの、うん、そう、いや多分流れてきたんじゃないかちゃんと下処理もね、下処理も済んでるシシャモにマジで一回調べたことあって、はいはいはい、カラフトシシャモってやつはもうほぼシシャモのパチモンみたいな感じへぇ、そうなんや、はい、え、何それなんかすごい下処理、でもうまそう、え、いいね、ちょっと遠火で置いときます、俺の加減でかけちゃっていい、いやもう味は任せますよ、はい、癖強いな、最悪出して、久々に見たわそれ、うん、これあんまかかってない、でも一回塩かけてたもんね、さっきね、もう軽くね、皆さんの味噌汁楽しく、口元汚ねマスク汚れすぎやろ、いやもうね、これしゃーないですよ食べるように作られてないからそりゃそう、食べるように作りたい、食べるよう、うん、ここら辺ね、もっと口下げてるやつ、ね、もっと開いてる、もうこれぐらいでいい逆マスクね、逆マスクこの時期のサバはやっぱあんま脂乗ってないんで、ああそうなんや、冬の方やっぱいいんで、あっつ、ズボンの上からでも熱いなぐらいの脂飛んできた、そうなんやな、この網が邪魔で ねポジショニング的にだいぶ前行かないと触れないからね、魚さん側からだと、あ、結構ウクボ叩きにしようよ、ウツボの叩きにしようか、ウクボはサバいります、食べたい、食べたい、ここ素揚げのサバ、お塩好みで、まだ熱いっすよ、お塩今揚げたばっかだよ今揚げたばっかっすよ、かけます、かけていいっすか、口入れたらやばいから、え、全部っすか、いや結構やばいし、今走りゃなんとかなら、行こう、え？うまい。めちゃくちゃうまいこれ。うまいっすよね。じゃあちょっと焼いてみようかも。あ、なんかこれ。焼いたんですけど、ウツボでかっ。ウツボでかっ。さばき方マジでうまい。身きれい。ちょっとへっついちゃうそうな。これね、僕が釣ったウツボです。佐賀さんのウツボです。はい。でもね、あのウツボね、俺最初根掛かりだと思って、すいません、根掛かりですって渡したから、ほぼ俺が上げてないんだよあ、いますよね、正直マジで俺が釣った気してない、で俺が今全部流してるの、ね、うわファンタジル、ファンタジルです、ちょっと身があんまり、ファンタジルきた、え、ファンタジル飲みていただきます、うん、うめえ、あ、うまい、落ち着く系な感じでね、カサゴを探すのがむずいな、で、これでちょっとあんま分かんない、うわ、これこれ、蒲焼けにしたくなる、どこに、うわ、すごいよこれ、あ、こんな感じだったわ、確かに、うんうん、皮目パリッとさせてね、うん、うまそう、で、これ今日、これポン酢いってたよね、なんか薬味かけて、うん、ポン酢あんのかな、包丁一個綺麗しとこう、うん、あ、なるほどね、より良くするぐらい、叩き行くか、もういいだろう、ちょっと待ってね、ほい、これはこれ入ってます、あどうす、熱いちょっと、はい、いいね、これでもう一回裏返す感じでしょ、そうだね、そうだね、結局そうだよな、これうまいんだよな、お音いいっすね、この皮目の音やばい、サクッ、あ、てか火入れちょうどいいね、
めっちゃうまそうじゃん。うつぼかば焼き職人の XQ が指しゃぶって見てるよこれ。こうじゃないみたいな。XQ 前回食べる用意で来てくれた、ね、食べる用意だったんだけど、前回ずっとあのウツボ焼いててくれたんじゃん。XQ が一生焼き場っつってあそこに封じ込まれて。いやうまそう。ああ。はいまいよ。まあ、一旦ね。一旦じゃあ釈迦さんを待って。そうね。いいよ食って。本当ですか？いいよ。いいの？ちょっと頼むよマザ。俺食ったことない。ファンタ。ああ確かに。いや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 、そうか。まず焼いた人からか。俺らウツボ食ったことあんだよ。そう食ったことあんだよ。そうそうそう。俺らなんかウツボなんかもう。そうだよ。経験者白米みたいなもんだからウツボ。ほぼね。そうそうそう。他はおかずで。そんな頻度食べてないでしょ。うわ。うんま。めちゃくちゃうまい。いやさよね。うわ。ナイス。うまい。うまい。これちょっと早く食っていいですか。食っちゃってよ。そりゃうまいよな。うん。うわあ。何この。マジでうまい。ダブルで。うまい。あ。なんか前回。肉厚だな、うん、あ、うまい。前回分かんないけど、ちょっと肉厚ってのは、うん、え、うん、めっちゃうまい。確かに、確かに前回より明らかに肉厚。多分、さばくのがうまいんだと思う。前回って言ったの10月とかだよ。あ、時期もあるのか。時期あるんじゃない。時期あるかもね。こんなんじゃなかったよ。こっちの方がうまいよ。うん、こんなんじゃなかったよ、うん、締まりもいいし。締まりでしょ。肉の締まりもいいし、締まり大事っすね。ね、身の締まり大事ですよね。大事っすね、うん、よかった、ワンダさん言って。締まりはいい、良ければいいほどいいんだよ。おーっす。あ、なんか角谷さん、お土産です。お土産、うまっ。角谷さんが釣ってきたんすか。釣ってましたんすか。何釣ったの。え、チーザピザ釣ってない。せやん、いいだと思ったらピザだった。え、いいだと思ったら平べったいもんが寝がかりだと思ったらピザ来た。うわー、これうまそうやな。寝がかりピザ釣りたかったよ。生で食えそうだな。このままいけるんですかこれ。てかもうこのままいけそうや。これさばいたらですね、もう。あ、マジで。うん、ほら、ちょっとすいませんね。うん、うまい。うん、やめて。うまいかも。なんすか。まだいるよ、メジナメジナと、あと、タカベ。みんななんかなぁ、せっかねぇ、やるのありっすね。これこのまま収益しちゃいます。ないとないと。乗せちゃえ、乗せちゃえ。ウロコって収益取んなきゃダメ。いいでしょ、乾かなきゃね。取るべきです。いや、取るんじゃないか。ウロコは取るべきです。じゃあいいよ、刺身。いや、じゃあ刺身にしますよ。こっちに焼きで食いたくない。焼きでも何でもいいけど、とりあえずウロコは取ったっすね。やっぱそんなウロコ取んなきゃいけねえんだ。焼きと刺身、じゃんけんし、じゃんけん、喧嘩しないで。いいよ、もう仲良くしてよ。いいよ、ウロコ取れよ、勝手に。もうやれよ、勝手に。俺、トウモロコシやるから。違う、そのトウモロコシと一緒に焼いてほしいなっていう話じゃん、まずはね。喧嘩しないでよ。本当にさ、そろそろロールやりたいね、まずはね。いや、お前がやってないだけだ。いやいや、違う、俺が待ってんの、ゴールドで上がって。いや、オンエアゴールド。俺ゴールドっす。マザさんは。俺、今やっと2まで上がりました、シルバー。シルバー2、うん、あれって、ロールって数字が低い方が低い、だから2の次1です。あ、1か。あ、そうなんだ。そうなんだ。あんま意識しないでゴールドまで上がった。攻撃的だな。まあ、お盆な、うまいからな、ガチャガチャ系。適当にボタンバシバシっていう。上手だ。それはマジでそんなんで。サイラスだの、ヨネだの、なんかもうガチャ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 、あ、ダメだったみたいなタイプだから。ガチャガチャ具合がうまいの。うん、まあ、ミッドの真ん中の道しか見てないんだから、それ勝てますよ。マザーは結構じゃあいろんな。いや、俺もう全体見てるから、俺は。の割にはオーダー全然しないけど。うるせえな。
やじゃあもうやろうぜ早くやろうよ今度ねえ。でも別にゴールドシルバーってやれるんじゃない。全然やれる。やれる。そう。やる気ないだけです。全然やれる。俺がちょっとストリートファイターにハマっちゃっただけだで、ユージーさんが今度俺とオボのデュオを落ちパして、うん、でなんかよくこう言い合いになるからどっちが悪いかをユージーさんがちゃんと判断する企画をやろう。オボのマザーのデュオは結構ちゃんと言い合いになるし、じゃあオボが切れるんですよ。ちゃんと気まずい感じになるすぐ切れるんですよ。だから対面のジェイスにボコボコにされてるだけなら俺のせいにするんですよじゃあまだそれ1回だけじゃんねえ。デュオしてんのにミッドに頑固ねえなってずっと思ってただけだから。でもお前トップでしょ。いや俺ミッドミッド。あミッド。俺はミッドなんですよ。ミッドはでもそうかもな。 どっちが正しいかもわからんくなる。そうでしょ。トップだったら、いや俺もトップやってたらまあ自分が連負けだなって思いますよ。あじゃあまあどうなんだろうね、まあ、まだわかんないけどまあでもユージーさんに見てもらえば一発でしょ。一発よね。